エガキが、どうしたんですか急に。今日はですね、はい、なんと私の、はい、恋愛指南道場と題しまして、あら、まあモテマスターといえば、まあもう水島くん一択っすからね。そうなんですが誇る。うちらで合コン一人誰出すかって言ったら水島くん。そうやな。そんなことはないでしょ。いや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 。もう俺ら使い物ならんからな。このレベル。そんなに下げんでもいいやろ自分の。もう俺なんかもう生きてる価値ないですから、ね、言い過ぎでしょ。やっぱ俺は結構そのもうなんかドヤ顔でゴリってきただけみたいなとこあるんで、うん、イケメンでね、やっぱこうね、りょっくんもやっぱ結構ノリと勢い系じゃないですか、はい、どっちかっていうと、まあ、ちゃんと恋愛してるのは俺だけってことで、テクニックってなるとまあまあ、はい、人に伝えれることがあるってなるとやっぱそう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 じゃんなんかな、あんのかー。まあまあというわけでね、うん、今日は本当はやりたくないんですけど、はい、やってくれって言われたんで、いややってください、それはぜひやります。研修中に彼女を作る方法を説明していこうと思います。社会人始まってね、皆さん、はいはいはい、今1ヶ月か2ヶ月3ヶ月ぐらい、まあ、研修があるんですよ、はい、で研修の時はいろんな部署の人とか合同でやったりとか、ああそうなんや、結構その他の社会人生活よりかはこう幅広い、うん、なるほどなるほど、というわけで、その中にきっとあの子と付き合いたいなみたいな、ああいるでしょ。何を隠そう、私、はい、入社1日目で彼女作りました。えぐい、そんなことあんの、はい、すごいな。どういう状況なんですか。入社1日目であの学年っていうか同期で一番可愛いと言われてた女の子と付き合いました。どういうことそれ、まあ、ちょっと説明していこうかな。なんか危ないことしてない、大丈夫、全くしてないです。そう、これは全くしてないです。公開してもいいやつなんですか。まあまあまあ、もうしょうがないですからね。あら、ワンチャン極秘情報ですよ。だってノートとかで5000円とかで売れる。まあお金取った方がいいですよ、そりゃ。まあ有料で喋るぐらいだからこれ、うん、完全に。なんでタダで喋らなあかんの。そうやね。なんでここで無料もうでもやってくれって言われたんで、もう、はい、話やります。はい、ためになったということは人はスーパーサンクスとかが、うん、スーパーサンクスそうですね。はい、で彼女作れたら、彼女を僕に紹介してください。総取りやん。危ない、総取りします。1日目でね、どうやってできたんかっちゅう、はい、まあまあまあ、じゃあちょっと僕の経験から、うん、言う彼女の作り方なんですけど、はいはい、ちょっと今もう入社してる人は手遅れなんですけど、うん、内定式からあガッツリ攻める。なるほどね、そうかそうか、それがあるんや。今どうなの、内定式オンラインとかになってんのかな。あー、まあ、それもあるかもしれない。オンラインの可能性もあるけど、地元近い人だけで飲みに集まるとか懇親会みたいなのもあるやろうし、はいはいはい、そういうとこで目つけて。僕は内定式の日に、うん、なんつったキモいな。お前だけそういうおこしまな理由で参加してんねん。いやいやいや、俺もちゃんと親睦深めようっていう気持ちで参加したけど、はい、どうしてもこう収まりがつかんくなるタイミングがあるじゃないですか。まあまあ下の方もね、こう大きくなってくると、うん、ね、収まりがつかへんと。もうそこでもうちょっとナンパしてください、それは。僕から言えるのはそれだけです。いやだから、なんやろな、その難しいんが、ナンパしてくださいってやっぱナンパできる体の話やからな。まあまあそうやな、どういう風に声かけたかみたいな。だからちょっと俺はあんまサンプルとして良くないんやけど、うん、立食パーティーみたいなのやってて、うんうん、飯取りにみんな並ぶやん、はいはいはい、ビュッフェみたいな、うん、並んでた時に俺一人やったんですよ、その時、うんうんうん、関西の友達何人かおったんですけど、なんかこいつだと固まっててもちょっとあれかなってなったんで、俺一人で回ってたんですよ、はいはいはい、そしたらたまたま後ろに並んできた子が、うん、その後に彼女になる子がいたんですけど、でもその子と、まあ、もう一人女の子ともう一人男がおった、3人組でおったんですよね。でも多分その女の子の方はずっと仲いい、昔から仲いい地元の友達みたいな、で男はちょっとわからないんですけど、うん、最近知り合った感じの子だったね、うんうん、で俺がパッて振り返ったら、まあ、その女の子おったんで、うん、あ、まあ喋ろうと思って、うん、まあ、普通に仲良く喋ってたんですけど、うん、まあ、なんかねちょっと悪くせえなんですけどね、なんかこう女の子を笑ってくれると、うん、なんか全部俺独り占めしたなるんですよ。男もの子も、うん、多分結構その面白い系でやってる子なんですけど、結構もうこっち系で来たんや。でもまあもうそんな俺の方はおもろいやろみたいな感じで行きたくなってってしまうんですよね、なぜか。まあ、若かったのもあるんですよ。はいはい、こういう話するから多分炎上するんですけど。じゃあ、まあ、バキバキマウント系やん。バキマウやもん。そうですね。いや、全然俺の方がおもろいよっていう感じになってしまって、ふわーだんじりモード入って、はい、ゴリゴリ笑かして、でもうもろたー思って、気持ちよくなって、で、帰りますかみたいな、はいはい、そろそろ立証パーティーも終わって、じゃあ解散の時間です、うんうん、帰りましょうって言った時に、なんと女の子が会社の入り口に立ってて、うん、
俺関西の他の友達と一緒に帰りようって言うけど、おるわってなって、ここでもう連絡先聞かな、男がスタル思って、でも一人でその女の子のとこ行って、ちょっとつって、で俺緊張してて、連絡先を教えてって言ったらよかったんですけど、緊張しすぎて、おい連絡先教えろやって言ったんですよ。緊張して、緊張して、おらついてしまったんや。変な緊張してもうやばーと思って、うわでもなんかスッて教えてくれたんですよ。あ、いいよいいよみたいな感じで教えてくれたんですけど、なんかその女の子曰く、それが良かったらしい。逆に、逆になんかみんなやっぱその可愛いから、その子も、はい、下手に出てきよる、うん、男がいいわ。それだ、ギャルゲーの攻略法にめっちゃ使えるやつやね。あ、そうなん。お嬢様に強くいくっていう、はい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 、ギャルゲーでもめちゃくちゃうまくいく選択肢なんよ、それ。はい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 、いや、いいな。確かにそれあるよな。でもその皮めっちゃ可愛い子とか、うん、そのちょっとチヤホヤされてる系の子にちょっと上からグイッといくみたいなのは確かにあったりするよな。あるんすか、うん、合ってたんや。じゃあ確かに、いや合ってた。とにかくこれめっちゃいい話、まあ、もちろんその相手の子のスタンスにも読んでんで、うん、そのチヤホヤされてたままチヤホヤされる方が好きっていう子もいれば、そうやな、だからまあそれあれをひざまずきたくなるぐらい恥ずかしい気持ちでしたけど、ね、まあ、そうやな。確かに後ろやみたいな、なんか何俺みたいな何この感じ。確かにめっちゃ使えんねんけど、はい、まあ一個言えんのはこれが一番良かったってその女の子言ってんのは、みっちゃんのルックスとおもろさって話だからその女一流が、うん、マウント取ってなんか俺ら連絡先をしろみたいなっても、まあ叩かれて裏で、まあでもだから初手じゃないからまだ良かったんじゃん。そのいきなり、うん、初めましてってそれ言ったらやばいエグいやん。いきなりはキモいわ、エグすぎるやん。それはそれはエグいっす。その前に普通にちょっと喋って面白く、はいはい、こう、上げたんや、そうやってたのを最後急に、あ、急にそれ来たんやみたいなのがあったんじゃない、はいはい、あったかもしれんな、うん、まあ結構だからこれは一つで、そこであの連絡先聞いて、うん、まあその連絡を取って、はいはい、でまあもう年末ぐらいにはちょっとごちゃごちゃ知らしてて、うんうん、で入社その半年後ぐらいにね入社があって4月1日に入社して、うん、そこで付き合いましょうって言ってスパンったんですけど、まあ、だからあの研修中に付き合えるかどうかは君が降りるかどうか次第みたいな。まあまあまあそうやな。そのゴリり方がさ、やっぱり難しいわけやんか。難しいな。野口くんならどのぐらいどうゴリりますか。いやでもそんな俺のそのめっちゃ自分から喋ってうえーとか俺無理やから、うん、基本的には、うん、ちらほら、まあでも喋りはする。確かに喋りかけて、うん、まあ当たり障りのない会話でもいいから別に、うん、まあそのだからグループ同じとかやったらめっちゃやりやすいねんけど、うん、グループちゃうかったりしたらもう声かけに行くと、はいはい、そうだよな、うん、それはせなあかんよな、やっぱ。まあでも連絡先さえ聞きゃ、はい、まあなんとかなるよな。まあ確かにそうやな。そうやな。そこ大事よね、うん、一歩第一声なんて声かけるの。グループしゃべったらマジでしゃべることないからさ。あ、そうなんや。ほんまにしゃべることないね。あれはあれはフェイクで他の方にも声かけながら、ああね、他のグループその2個グループだけじゃないや、はいはい、何個かグループあって、うん、他のグループの子たちにもなんとなくしゃべりかけとけば、うん、収まりはつくやん。あとリレー形式で行くわけか。そういう人やっていう、まあ、メンヘラだったら誰にでもしゃべりかける人なんやみたいな。あ、そこでその先から特別感出してあげるんや、ね、うん、ああなるほど。なればいいやな。そう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 、逆にそうやな。あの分散しといて、なんかお前が本気じゃないんだよって思わせといてからのアタックがやっぱ気持ちいいっすよね。なるほどね。旅館どうする？俺は、あ、でも確かにいろんな人にこう多分分散して、うん、バーッと喋って盛り上げていってからの中で一番良かったよみたいな感じになった。ああ、なるほどね。結構やっぱ王様ムーブかますんかな。はいはいはい。一番良かった。横綱相撲するから。君が一番良かった。連絡先切ったんは君だけやでみたいな。まあまあまあそういう感じやな、確かに。でもその時だったらさ、やっぱほら連絡取ってる時もさ、はい、あの、いやでも他の人のところとかの方が楽しそうやったねみたいな、うんうんうん、その向こうがやっぱネガティブな発言してくるのに対して全部、いやもうお前やお前やってかぶせて信用を得れるかなっていう、支配していくわけやな。実際そうやしな。俺は、うん、もう多分尊厚のとこ行って可愛いと思ったんで連絡先教えてくださいっていうタイプの人。これがなんかすごいよな、まあ、結構大体が失敗するやつなんよそれって。これさ、相手言われて嫌な気持ちせえへんねやろな。そうやな、嫌な気持ちはせえへん。俺も行く時めっちゃダメ元で行ってるんだけどさ、はいはい、いつも、うん、成功率で言ったら 5% ぐらいのもんだよ。うん、だからその針の糸に穴を通す、ん、うん
針の穴に糸を通す、針の糸があるでしょ、こう、うん、針の糸に穴を通しに、それは難しい、確かに大丈夫、難しい、こうやって、こう輪っかのあるやつをこうしたら、めちゃくちゃ難しい、確かに、それはそうそうそう、受け皿が分からないから、結構難しいことしよるなと思いながら行くんすけど、うん、まあ、確かに逆に向こうも断ったら断ったり、ちょっと気まずいしな、で連絡返ってこないことも全然ありますから、ああ、なるほどね、まあでも、あれか、街角とかと違ってさ、同じ会社で新入社員同期っていうだけで、それなりの信用はそもそもあるから、確かにそうやな、まだ受け入れられやすいんかな、そうやな、そういうのな、俺らがさ、働いてたバーとかのさ、うん、キャッチーとかでナンパとかしたら、そらうまいこといかんわ、そうやな、同じ環境であるからこそ、そうやな、やけど、まあ、新入社員で女の子を落とす方法としてはめちゃくちゃいいんじゃん、確かに、ね、実際それどうなん、そのさ、うん、新入社員の女の子に、はい、もう言うたら同じ会社でずっと働くわけやん、はいはいはい、変なこじれ方とかしてもっと気まずいなみたいなのはないのか、全然あるっすよ、バチバチあるっす、それを超えても行くんや、もうそれ行かなあかんでしょ、男やったらそんな好きになってもてんねやったらもう行かなあかんでしょ、そうか、まあ、まあ悔い残したくないみたいな、うん、まあでも正味気まずいっすよ、めっちゃめっちゃ いましたもん、だから俺も実際別れたし、研修中に付き合いましたみたいな人とかもなんか何組かおんねん、ああそうなんや、気まずいよめっちゃ、その頃はを入れた飯とかはなくなるからね、ああなくなんねや、ないです、でもたまにその中からこう結婚するカップルも現れるわけよ、3、4年ぐらいしてから、はいはいはい、続きはやっぱいいな、それはいいね、確かに、えわええよ、なんかね、あの社会人と学生の落とし方の違いみたいな、研修生時代はあんま変わらんっす、うん、ああまあそうか、まだな、うん、まだ大学生やもんな、まだ変わらん、まあそれ2、3年経ってきたら、うん、そのお金持ってるからさ、うんうんうん、お金の余裕をこう見せつけるみたいな、まああると思うんだけど、もうちょっと1年目は正味はないと思う、そういうの、だからもう気持ちハートで勝負するしかないよ、研修時期はゴリレと、ゴリレとにかく、うん、競争激しいしね、ああまあそうか、どんぐらいおるか分からんけど、お前の好きやったな、ちゃんは人気高かったもんな、そうだね、オッズ高いもん、ほんまにオッズすごいもんな、まあでもなんかオッズ高すぎてみんなやめとこうかみたいになる、逆にな、レベルやったから多分俺は競争なく独壇場やったやろけど、はい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 、逆にな、でもなんかそのいいぐらいの馬や、馬っていうのはよくないな、お前が馬っていうとだいぶよくないそうやな、うん、意外の馬のケツをしてる女性やったら、みんなグイグイ行くから、うん、その中でどうやって自分が勝ち取るかみたいなのを考えなあかんっすよ、うん、確かに、入社時とかのさ、その研修とか序盤の方 の、 その仕事の出来具合みたいなのとかはあんまないの、まああるよ、それもあるんか、それは仕事できた方がかっこいいもん、研修中はあんま仕事仕事してないというか、うん、もうちょっとなんやろうな、なんかグループワーク的なやつが多いから、はいはい、そこで割と頑張ってると女の子の見られ方も変わりますね、あまあじゃあやっぱ、うん、そう本業ちゃんと頑張るっていうのも大事ってことだね、じゃあ、うん、ただ結構頑張りすぎてなんか、うん、あちょっとだるいなみたいになるってる男の子もおったりすんねんな、難しいな、その最下限かな、一番かわいそうや、その塩梅が結構ね、そいつかわいそうやな、難しいんですよ、はいはいはい、塩と梅のね、だるいっていうのは何なの、ちょっとこう熱血、ちょっと熱血系でしんどいみたいな、うん、誰が発表しててもなんかあのかぶせに行くやつとか、あーうざいな、おるんすわ、まあまあでもそれも結局頑張り方ちょっと間違えてるもんな、そうね、でなんかすげえ俺モテるっしょみたい な、はいはいはい、なんか俺かっこいいっしょみたいな感じを出しちゃうやつとか、なるほどな、気ぃつけた方がいい、はい、ほんまにおるから、対象がさ、うん、まあ会社の中でもレベル10あったら11ぐらいの女の子いっとうわけや、結構上位勢狙いの立ち回りとは、確かにね、うん、確かに相手によっても変わるよな、うん、外見でいくのも良くないっすけどね花火の発表をさしてもらえるとね、いやせやけど外見は大事でしょ、俺は結構どこまで行っても外見至上主義やとかあると思うけどな、そんな漫画あったな、結局見た目大事っすよね、まあ顔というより顔つきとかな、うん、そういう話もな、体つきとかな、うん、腰つきとか、胸つきとかな、うん、足つきとか、足つき、うん、十二気づきとか強いやつや、まあまあというような感じで、はい、参考になってるこれ、うんちゃん、まあでもね、うん、みっちゃんもやっぱそれは今生かしてバンバンやってるわけでしょ、ブリンバンバンしてんのか、まあ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 、よせよせよせ、あー志望さんや、よせ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 、あーちょっとそんな違うのやってるだろ、そんなやってないよ僕は、よせよせ、マジで最近思うわ、自分からいかな話始まらんな、あー結局確かにね、ほんまにあの女の子なんか待ちスタイルがほとんどやからな、攻めスタイルの男がおらんとそりゃ無理やわ、そもそも待ってもない人も
おるわけじゃないですか。まあそうやんな、別に彼氏作らんでもええっすわみたいな、仕事しに来てるわけじゃない会社ですからここは、うん、その人にこうどうやってアクションを起こしていくか、もうでも自分から突っ込んでって こじ開けて、はい、無理やりこうその気にさせるしかないわけですよ。迷惑な話ですよね、向こうからまあ、あのリスクはだいぶ高いけど、はい、まあ、やってもいいんかもな、うん、まあ、だから社内やからさ、まあ、基本的にさ、こういうナンパとかその女性と関係を持つために頑張るっていうのは、まあ、それ相応の失敗があるわけやんか、向こうは待ってるかもしれへんし待ってないかもしれへん、ね、さらにまあその待ってるにしてもやっぱ相手を選ぶからさ、うん、自分が待ってる女の子に攻めていったとしても通らんかもしれへん、はいはい、成功率で言うと俺も庶民 10% 以下のもんやと思ってんね、うん、やっぱ結局その薄い確率を通すゲームやから、うん、何回も何回もトライはせなあかんと思うね、うん、けど社内でそれ何回もトライしてたらキモいやつになるから、もう一瞬で噂広まりますからね。そうだからやるなら一発二発ぐらいにしとかないとあかん、うん、で無理やったら、まあ、出会い系だとか環境を変えていろんなところで 15% から 10% を通す戦いすべきやと思う、うん、まあまあサークルでさほらいましたよキモいやつみたいな、もうお前ようさんいましたよ、いましたやろ、あんなにな、うん、社会人になってしまうとさ会社に居づらくなるって最悪ちゃう、非常に居づらいな、一番それが大変、サークルに居づらくなったら別にどっか行ったや、うん、会社に居づらくなるってもうやめなあかんもんね、最悪な、やりすぎは注意っすね。そうみっちゃんはだいぶ成功者やで、それに関しては、まあ、でも一人二人なら全然ええっすよ多分、うん、まあ、そうやったらいいと思うな、一人二人ならもうゼロで終わるよりかは、まあまあそうやな、それはそうやな、うん、いや俺が思うのはなんか分かった、じゃあ何回もトライするわっつって勘違いして、うんうん、ミスりまくって、うん、くっそそう はみられるみたいな、そのメンタルある人すごいけどね、まあ、それにはならないでほしいなと思う、うん、まあさすがにちょっとこの子ほんまにこの子と仲良くなりたいとか、うん、ほんまに付き合いたいみたいな子は狙い定めてほしいですけど、うん、こんなもんでできるんじゃないですか、ほんまにできんのかなほんまにできんのかな俺も今喋りながらそんなんできんのかな持ってますけど、彼女できんのかな、うん、最悪パートのおばちゃんでもええしな、契約社員のねお姉さんとかでもいいですし、うんね、それ熱いよ、めちゃくちゃ綺麗な人おったよ、契約社員のお姉さん、めちゃくちゃ綺麗、出会いないとか言ってるけどあるんじゃん、あるよ、あるよ、社会人も、そうだからね、めっちゃあるよ、でもさ出会い、だからたまにな大学のサークルの先輩とかがさ、両津の行こうやった男の人誘われたら、うん、あの女性の人がおったりとかして、はい、まあ、ほんまでもそれも 2,3 年前ぐらいの話か、出会いない出会いないってずっと言ってる、ほんまかなって思って、出会いないってそれは言ってりょっくんを引き連れ落としてんじゃん、あそういうことやったの、逃がした、もっとして逃がしたっていうか、もうまず釣り糸垂らしてもなかったけど、ゆっくんにこう釣り糸こうヒュンヒュン投げてたんじゃん、そうなんよ、女性が男性に言う出会いがないは困ってるから助けてくださいな、うん、まあ紹介も含め、まあ、みたいな感じなのかな、そうなんや、出会いないとか言う割にはさ、うん、なんか男の人とご飯行ったけど微妙やったみたいなこと言ったりする、まあまあまあそれは確かによく聞く話、出会ってるやん、出会いがないっていう話、ね、出会ってるやん、うん、そうや、あのいい出会いがないだけで出会い自体はめっちゃあるからね、それ何、社内以外取引先とかどこ、社内もあるし、あ、取引先と結婚した人とかも結構おるし、多いの、僕の会社じゃないですけど、うん、別の会社でね、分布図量で一番多いのはどれになる、大学から会社の同期、取引先、どうやろうな、出会い系いろいろあるやんか、うわー、いや大学からは 5% ぐらいかな、俺一番薄いと思ってる大学から、そうやな、ほんまに聞かんな、うん、あって俺らのサークルであんだけおったカップル何十組かも結局3組ぐらいになって全部消滅しちゃう、結構でもあの理系が多かったんですよ、うんうん、うちの会社は、あ理系の子は意外と、あそうなんだ、意外と大学から付き合ってる子と結婚しますみたいな、おったね、なるほどね、うん、文系はチャランポラないですからね、まあまあまあそうやろな、確かに、まあそういうこと、理系はだからまあいろいろ物理的に考えて一番正しいと思う選択取ったんやろな、そう文系はもうノリで行っちゃってんねん、ほえー、もう下半身で動いてんねやろな、ね、何が多いやろな、でも社内婚も別にそんな大きいイメージはないし、ね、まあ、じゃあ結局外で何かしら出会ってるわけか、で紹介とかいわゆる合コンみたいなやつとかが多いかな、はいはいはい、ほら出会いありますやん、ありますね、あでないとか言うな、あんねあんね、困んなそんなしょうもないことで、それでね、もし思い悩んでる人がいましたら、全然大丈夫ですと、うん、はい、で、あの男の子はぜひ積極的に自分から声をつかみに行ってください、はい、というお話でした、まあ本当に困ったらあのみっちゃんに DM したら電話してくれると思う、いや絶対しませんまあ DM 返してもないのに電話なんか余計できへんよ、じゃあ通話しようか僕大したことないですから、
その恋愛的に何でも聞いてくれたら、うん、お姉ちゃんが全部指南道場やってるけどね、僕ら大したことないですから、ほらこうしてくれって電話して、もう大だれや、全然もうサイドの2人の方がすごいからね、みっちゃん返して、その女の子と一緒に、ああそうやな、ご飯とかで、俺断じりそう、ね、俺断じりしがちな人やけど大丈夫割と断じりがちの人を連れていくんよ、で、みっちゃん帰ってから、あ、めっちゃ断じりしてたなっていう話で盛り上がってくれたそう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 でも普通に飲み友みたいになってる断じりモード、じゃあありがとうございました、はい、出会いがない方はみっちゃんとな出会いでもしましょうやっていう話ですね、じゃあ次回転勤編に続くということで、続くな続くな、はい、ご期待ください、終わりよもう、続くなシリーズは、会社で何人彼女作んねん、あるぞ、あ、もう彼女作るんやったらさすがに一人にした方がええで、そやそや、社内浮気は M そうや、結婚も一人にした方がいい、すいません、普通や、お前何や、法律上の話や、はい、一夫多妻制目指した男の末路になってるやん